野沢さん。なれた瞬間終わった。天使愛の見つけねえ。浮きもげすぎてお亡くなり。敵は好きで。いやそうだけど。ちょっと。いやピッコロが嫌いな口笛のメロディー誰がわかんない。力探りてえな。思いました元気さえ集まればあったけえのにぜえと面白えな。いや面白いよって思いました、うん、19巻を読んでたらハゲ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 てえらんとあっとかれた瞬間終わったわ。天使がいるのにつけねえ。もげすぎてお亡くなり。敵はスキンヘイト。いや何ちゅう歌詞だろ。何ちゅう歌詞なんですかちょっと。いやいや結構ね体力も使うでしょうけど、あの動き込みで。いやいやいやあの。って思いました。思いましたじゃないのよ。ちゃんと亀の甲羅しょってあんた。いや何が。腕もげすぎてって別にあの片腕だけだし。腕もげすぎて。もげすぎてやこのパンチでなんであんな簡単にもげるんだ。いやナッパにね、はい、もげすぎなんだよ。確かにまあナッパがね来た時なんかもう終わったと思ったけど。そうだろ。いや天使派も頑張ってましたよ言っても。おねえちゃんと亀の子。いやランドセルなのあれしょってんのは。じっちゃんの修行中なんだほら。いやあったけどね。おい、まあ、いや強風オールバックね。強襲スキーヘッドだろ。強襲スキーヘッドになるの。強襲スキーヘッドだろ。スキーヘッドが強襲してきたじゃん。スキーヘッドだけじゃないのよ。ベジータと一緒に来たでしょ。入れてあげて。ハゲばっか戦ってんだから。いやいやハゲの大乱闘ではなかったですし。ハゲばっか しか戦ってねえじゃん。いや多かったけどねハゲもね。いやそうじゃないのよ。テンポよく歌ってましたけどね。いやいいよチャラヘッチャラのオープニングの再現。いやどういう感情。怖っ。